皆さんご機嫌いかがですか。こんにちは、市役所さんの時間です。さて今回のテーマは、今年で10回目を迎えます津山国際総合音楽祭についてです。お話をしてくださいますのは、津山国際総合音楽祭委員会事務局の皆さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ今回は10回目ということで、とても節目な年になりましたね。そして先日も、B'zの凱旋ライブがあって、大変津山も盛り上がっております。さあ西崎さん、このそもそも津山国際総合音楽祭とはどのようなイベントなんでしょうか。はい、津山国際総合音楽祭は津山市の、音楽文化の振興のため、昭和62年を第1回目としまして、おおむね3年一度開催されてきた大きな音楽祭です。今年は第10回目となります。今回は東京芸術大学名誉教授の船山隆先生を音楽監督にお迎えし、9月3日から10月20日までをプレ期間、10月21日から11月26日を本期間として、19のプログラムを市内7つの会場で開催いたします。期間中はクラシックから日本音楽、ジャス、そして市民参加のコンサートまで、さまざまなイベントを予定しております。楽しみですね。そしてまずはプレ期間の、最初は市民コンサートからスタートなんですね。どんなコンサートなんでしょうか。はい、市民コンサートは市内で音楽を楽しんでいらっしゃる団体の皆様が一度に返しまして、日頃の練習成果を発表するコンサートです。まず9月の3日、日曜日10時から、ベルホール津山にて開催する合唱室内楽コンサートは34団体が出演されます。また9月17日日曜日お昼の12時30分から津山文化センターにおいて、日本音楽コンサートが、10団体が出演されてなされます。さあ西崎さん、ブラスコンサートの詳しい内容を教えていただけますか。はい、ブラスフェスティバルは11月4日土曜日13時から津山総合体育館において開催されます。このフェスティバルは三崎県域の中学校高校の吹奏楽部一般のバンドが参加して行われます。内容は一般バンドの単独演奏に始まりまして、吉田行司先生による中学校高校のクリニック演奏、中学校6校による合同演奏、そしてゲストに倉敷作業大学ウィンドフィルハーモニーを迎え、華やかな公演となっております。各市民コンサートともに入場料は300円となっておりまして、全席自由席となっております。はい、続いては10月12日そして13日のイベントの内容を黒岩さんにご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。10月12日木曜日18時30分から津山在住のミフネバンさんがベトナムの16弦琴とダンチャインの優美な音色を奏でます。ゲストに世界で活躍するバイオリニスト稲見節子さんを迎え、2人のコラボレーションでお楽しみください。ミフネバンさんはベトナム生まれで、9歳からダンチャインの演奏に取り組み、ホーチミン市で行われた民族音楽コンクールで優勝、新聞雑誌等に掲載され一躍有名になりました。2006年に縁あって津山の地を踏むことになり、翌年から活動を再開、演奏会やイベントに出演するほか、小中学校や老人ホームなどを訪問されベトナムを紹介するなど、日本とベトナムの架け橋として友好親善に努められています。10月13日金曜日18時半からレクチャーコンサート、リコーダーの楽園に遊ぶを津山洋楽資料館原母ホールで開催します。オランダが誇るリコーダーの巨匠ファン・ハウベさんと田中聖子さんとブラジェッティさんによる夢のリコーダートリオがリコーダー500年の歴史を時代を追ってお届けします。またオランダ画家フェルメールと音楽についてのお話も聞きどころです。第10回津山国際総合音楽祭、ここからは本期間に入ります。続いては斉藤さんにご案内していただきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。10月21日土曜日15時から津山文化センター大ホールにて、下野達也さん指揮による京都市交響楽団とソプラノ独唱に今久保博美さんを迎えて、テーマ作曲家グスタフ・マーラーの交響曲第4番をお届けします。
マーラーの交響曲の中で最も親しみやすい曲の代表が第4番と言われています。聴きどころは喜びの楽章第4楽章はソプラノ独唱が神に守られた天上の幸福な世界の様子を嬉しそうに歌い上げる。このことから第4楽章を大いなる喜びへの賛歌と表題され、聴くだけで喜びを感じることのできる不思議な曲と言われています。下野達也さんは NHK 大河ドラマ真田丸のオープニングの曲の指揮を務めた現在最も期待されている日本を代表する指揮者です。心震わす壮大なステージをご期待ください。10月28日土曜日13時より津山総合体育館で幼児による鼓笛ミュージックフェスティバルを開催します。作陽保育園、高野保育園、弥生保育園の園児たちが鼓笛、日本太鼓、組体操など日頃の練習の成果を発表します。皆さんのご声援よろしくお願いいたします。10月29日日曜日14時から津山文化センター大ホールにて第35回記念津山大工演奏会を開催します。三國家の末裔で関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者の藤岡幸男さんがタクトを振り、公募による津山大工合唱団、津山交響楽団、そしてソリストが一つになり第10回の音楽祭にふさわしい記念公演となるでしょう。さあ続いては11月に入ってからの開催イベント内容を西前さんにご紹介いただきましょう。よろしくお願いいたします。はい、11月1日水曜日14時30分から集落園迎賓館で開催される筑前琵琶で語る平家物語は、筑前琵琶演奏者川村京子さんが奏でる筑前琵琶の弾き語りとなります。804年の時を超え平家物語に書かれる美しくも哀れな女たちの姿が筑前琵琶の繊細な音色と語りでまた色鮮やかに蘇ります。11月2日木曜日18時30分からベルフォーレ津山にて小林麻里メゾソプラノリサイタルを開催します。棚田文明のピアノ伴奏に乗せて第1部はグスタフ・マーラの子供の不思議な角笛より数曲、第2部は日本や海外の民謡をアレンジした20世紀の作曲家の声楽作品をお届けします。11月3日金曜日祝日午前9時から津山文化センター大ホールでフランスの風変わりな作曲家エリック・サティのピアノ曲ペクサシオンを開催します。この演奏会は参加者が1分程度の曲をリレー方式で840回繰り返し弾き続ける演奏会となります。9月30日土曜日に締め切りで参加者を募集しています。プロはまといません。参加希望の方はチラシの出演参加申し込み欄に必要事項をご記入してください。また事前演奏講習会を10月15日日曜日津山文化センター大ホールで開催しますので皆様ご参加ください。11月5日日曜日14時からベルフォーレ津山にて開催される伊藤太の世界2017は琴三弦108乙女文楽人形舞の構成で組み立てられます。現代作曲家の作り出した日常と違う音空間を表現します。地元三崎町出身の浜野秀子さん率いる津山邦楽合奏団が中心となり企画されました。乙女文楽とは昭和初期に大阪で始まった少女たちによる一人使い人形芝居の今日までの総称です。さあ、本期間となるともうイベント内容盛りだくさんでどのイベントも見逃せないですよね。さあ続いてはマーラーの映画祭について、そしてその他のイベントについて、赤田さんにご案内いただきましょう。よろしくお願いいたします。はい、11月8日水曜日15時から津山国際ホテルにて作曲家西草茂明さんの講演会を開催します。津山国際総合音楽祭のプログラムとして開催される津山マーラー映画祭を記念して、映画に隠された音楽の謎とは
についてお話ししてくださいます。そして津山マーラー映画祭は11月9日木曜日、11日土曜日にマーラーの伝記映画マーラー君に捧げるアダージョ、10日金曜日はレオナルド・デカプリオ出演のシャッターアイランドを各日14時からアルネ4階津山市立図書館視聴覚室にて上映します。8日の三枝さんの講演をお聞きいただいてから映画を鑑賞することで映画に隠された謎が解けるかもしれませんね。11月12日日曜日12時30分より津山文化センター大ホールにて伊藤滝雄コンサートを開催します。滝雄さんは TBS 系ドラマ3年 B 組金八先生の挿入歌として注目された滝雄ソーラン節や民謡界の枠にとらわれず民謡の復活に向けて多ジャンルのアーティストと共演し活躍されています。滝雄バンドの生演奏がまた素晴らしく聞き応えがあります。地元からは若手中心のメンバーによる宮坂流津山銭太鼓保存会非正会にステージを盛り上げていただきます。フィナーレは歌と踊りで迫力あるステージになるでしょう。11月17日金曜日15時より集落園迎賓館で日本伝統芸能の集いが開催されます。新内、琴、尺八、そして染色、文化庁文化交流士の仲間と題して13時から染色家時友久子さんの染色展示会を開催。15時からは第1部で新内、第2部で琴尺八の演奏を予定しています。残念ながらチケットは好評につき完売となりました。13時からの染色展示は見学ができますのでご来場ください。11月19日日曜日14時よりベルフォーレ津山にて津山若い目のコンサートを開催します。津山にゆかりある若き演奏家13名の皆さんによるコンサートです。楽器はトランペット、ファゴット、オカリナ、ビオラ、ピアノ、ユーフォニウム、そして声楽ではソプラノとなっています。さまざまな演奏をお楽しみください。11月23日木曜祝日14時から津山文化センター大ホールで津山ジュニアオーケストラ演奏会を開催します。津山ジュニアオーケストラは2016年4月に発足し小学2年生から大学生までの約90名のメンバー構成で活動中です。楽器演奏の経験のない子どもたちがほとんどで基礎から練習を積み重ねやっとこの日を迎え初演のコンサートになります。皆さんご声援よろしくお願いいたします。会場でお待ちしています。はい、さあ水島館長、最後のイベントコンサートとはどんなコンサートになるんでしょうか。はい、11月26日日曜日18時半より津山文化センター大ホールにて開催される熱帯ジャズ楽団コンサートが音楽祭最終日のコンサートになります。一流プレイヤーが集結しとびっきりの熱いビッグサウンドを繰り広げます。総勢17名のプレイヤーがラテンの名曲からジャズ、オリジナル、ファンキーな曲で盛り上がること間違いなしです。非公開ではありますがコンサート当日の午前中に地元の津山ジュニアジャズオーケストラのクリニックを行い、その成果を熱帯ジャズ楽団との合同演奏で披露いたします。ご期待ください。また合同演奏にはジュニアジャズの指導者の津山ダークアイズジャズオーケストラのメンバーも参加し、課題曲アースウィンドアンドファイヤーのセプテンバーで燃え尽きます。会場でその空気を感じてください。はい、最後にふさわしいとてもいいイベントですね。さあ最後にお問い合わせ先について館長お願いいたします。はい、チケットは津山文化センターやベルフォーレ津山、津山市内各プレイガイドのほかチケットピアやローソンチケットお近くのコンビニでも取り扱いしております。公演によっては売り切れとなる場合がありますのでお早めにお買い求めください。チケットのご予約は電話予約の他にも音楽祭委員会のホームページからもご予約や残席情報が確認できます。詳しくは津山国際総合音楽祭委員会事務局0868-24-7744 0868-24-7744までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
またホームページや Facebook などでも随時情報を更新しておりますのでチェックしてみてください。今回のこんにちは市役所さんは第10回津山国際総合音楽祭について津山国際総合音楽祭委員会事務局の皆さんにお話をお伺いいたしました。それでは館長、最後に市民の方にメッセージをお願いいたします。はい、秋の夜長をどうぞ音楽祭で楽しんでください。たくさんのお客様のご来場をお待ちしております。第10回の音楽祭に来てねー。